おはよう。私の声聞こえる？思い出してみて。記憶の中に漂う自分という姿を。
Thank you.
あなたならいけるわ。ごめんなさい。バイバイ。諦めるには早いんじゃない？力を。ちょっと待って。やったわ。少し休むわ。謝罪するわ。ごめん。限界だ。やった。どうも、ついてきて。もう、もう最高。そうかしら。あっちよ。ちょっと実力が足りないかな。こんなはずじゃ。あなたならできるわ。もうおしまいね。私も一緒だから。反対だ。そうだな、借りを作ってしまった。私に任せてくれ。うん。あっ、疲労が溜まってきたか。どうも。向こうです。ご案内します。素敵です。案内をお願いできますか。私の責任です。許してもらえますか。仕方ないですね。なんだ、楽勝じゃん。適当によろしく。かっこいいじゃん。つまんないの。結構楽しかったよ。ずいぶんつつましいお力ね。うん、どうか成し遂げられますよう。向こうよ。お手並み拝見ね。いつかお礼させてね。
そう、それがあなたの姿。やっと会えるね。ブラッドコードは一人の一つだけど、あなたは違う。あなたがもともと持っていたブラッドコードはすでに壊れ消失してしまった。あなたの血でしか救えないことが。さあ目を覚まして、世界を救って。
帰りなさい。気分はどうですか？私も覚えていないのです。あちらです。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が渇きを癒します。どこも皆乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに。こちらへ。やはりあなたは。さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。
立て。もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。3番、4番。ここも枯れたか。絶対に血類を見つけよう。わかった、待ってるよ。ロストの死体、初めて見た。ああ、死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われてる。変化が始まるまで何年もかかっているみたいだ。放っておいていいと思う。どうだい？使えそう？落ちそうだ。中身は何だろう？木箱、誰が積んだんだよ。落ちそうだ。その扉、初めて。なんとかなったね。いや、大丈夫って説得力ないよね。このマスク旧式だからかな。ちょっと息苦しくて。いや、こっちに。
何かいる。